どうもこんばんは、 NM です。ついにあさって公開される東京グールテレビアニメシリーズ10周年を記念したどでかい発表ですけど、今日もですね、昨日と同じくチラ見せ画像が、先ほど公開されました。昨日はリゼだったんですけど、今日はね、トーカですね。で、服装から見るに、この時点で、無印は確定ですよと。で、無印の新作 OVA かなとも思ったんですけど、アニメ10周年だから、アニメの発表だろみたいな、昨日のね、動画のあの発言をね、ちょっと撤回させてほしい。これね、スマホゲームじゃねって思うんですよ。うん、ここに来てね、グールのスマホゲー出るなら、絶対に無印からスタートじゃないですか。で、最初ね、無印の超初期キャラだけいて、だんだん、こう、無印のキャラ増やしていって、RE で、がっつりインフレみたいな、一回リニューアルしてみたいな。なんかね、それっぽくない？この、画像の切れ端だけどさ、まだまだ。なんか、スマホゲームっぽくない？これ、雰囲気。リゼもトーカも、なんかね、赤い糸みたいなの、こう、絡みついてるじゃないですか。なんか、そういう感じの、戦闘システムというか、なんか、コンセプトの、スマホゲームなんじゃねって思うんですよね。海外でも、チェインなんたらっていうスマホゲー出てますけど、コンボ要素というか、なんかこう、チェインみたいな、つなげて攻撃、連携させて攻撃みたいなコンセプトの、なんかゲーム。例えばこう、タイトルならこう、東京グールチェインなんたらとかさ、東京グールコネクトなんたらとかさ、リンクなんたらみたいな。そんな感じしません？なんか皆さんどう思いますか？とりあえず、でも僕の予想としては、昨日上げた動画の内容なんですけど、一番来てほしいのは正規ルート。ルート A じゃなくて正規ルートのアニメ化。なんですけど、スマホゲーの可能性もなんか、ここに来て、なきにしもあらずなのかなって感じですね。今日の画像を見てると。明日公開される、おそらく明日また6時にね、夕方の6時に公開される画像がもうめちゃくちゃ楽しみです。ということで皆さんの意見も、コメント欄で教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。